アダ清キは日本のフリーアナウンサー、ナレーター、千葉県出身、スポーツゾーン所属、幼少期から国学院、大学一年時まで野球に打ち込む。その後、立教大学に進学、卒業後は一般企業に就職、採用担当として2年間全国各地でプレゼンターを務めた後、フリーアナウンサーとなる。2016年からラジオパーソナリティ、 イベント司会、ナレーター、そしてスポーツ実況など様々な経験を積んだ結果、自身とスポーツの高い融和性を感じ2018年にスポーツゾーンの門を叩く。現在は野球、テニスに加え、サイクルロードレース、フィギュアスケート、7人制、ラグビー、バスケットボールなどの実況も担当している。また、 アベマ TV の東京六大学野球中継では試合終了時に展開を総括するラップを披露するのが恒例となっている。2018年には購入したばかりのロードバイクを地元の駅で盗まれるという浮き目にあっている。野球サイクルロードレースフィギュアスケートテニスラグビー、バスケットボールほかナレーションイベント司会などありがとうございます。